休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。通告順9、堤聡議員の丸1、時代に合った講演のあり方について、丸2、子育て支援策としての住宅リフォーム助成についての質問を同時に許します。13番、堤聡議員。それでは、早速質問をいたします。時代に合った講演のあり方について、外区講演、これは、前児童講演と言われていたところですけれども、地域住民が身近な場所で気軽に憩い遊ぶことができる空間として重要な役割があります。場所によっては講演の内容が原因で高齢者、子どものいずれかが利用しづらい状態にあったり、利用度そのものが低い箇所が見られます。この件は、先日同僚議員の一般質問でも指摘があり、児童用の遊具を増設するなどの改善が行われた箇所もあるというふうに理解をしております。一方で、団塊の世代や高齢者が増加している地域においては高齢者向けの健康遊具を設置してほしいとの意見が出されています。調べてみますと、高齢者の健康維持効果が期待できる健康遊具の設置を促進している自治体が増えているようです。町と住民の財産である公園は、高齢者も子どもも公平に利用できる状況が望ましいと考えます。その役割を発揮させるために、地域の年齢構成の変化に着目した公園の利用促進策、例えば従来の児童遊具に加えて、高齢者向けの健康遊具を計画的に設置するというようなことをできないか提案をいたしますが、町の見解をお伺いします。2点目のこの表題のところで、ちょっと私は子育て支援策としておりますけれども、正確には子育て世代の支援策というのがニュアンスとして正しいので、申し訳ありませんが、子育て世代支援策ということでお願いしたいと思います。子育て世代支援策としての住宅リフォーム助成についてであります。町はこの間、地域経済の活性化促進と住環境の向上を目的として住宅リフォーム助成、その後店舗の改装も含めた助成事業を実施してきました。今後については店舗リフォームを推進していくことを本年10月に取りまとめた町人仕事創生総合戦略で明記しています。地方創生の要である人口流出を食い止めるためには、総合戦略の目標である若い世代の結婚出産子育ての希望を叶えるや、そのための快適な住居の確保対策が必要と考えます。本町の既存の住宅団地では高齢化の進行とともに空き家が増えていくことが想定されます。そこで若い世代が購入し居住する際、改装費の一部を補助するという新たな視点が住民ニーズとして出てくるというふうに考えます。平成25年に総合開発審議会の長与町コンパクトシティ構想に対する提言答申には、高齢化を踏まえた住宅政策を明確化していくことが重要であるとして、子育て世代の定住促進策として住宅リフォーム助成制度の重要性を提言をしております。地元商工業の活性化策に加え、人口対策としての視点を取り入れた住宅リフォーム助成が検討できないかお伺いをいたします。以上、よろしくお願いいたします。吉田町長。それでは、堤議員の時代に合った講演のあり方というご質問にお答えをさせていただきます。
1番目のご質問でございますが、健康休憩施設は市としまして大人を利用対象といたしまして、健康や体力の保持増進を目的とするもので、全国的にも設置数が増加傾向にあるようでございます。本庁におきましても、高齢者福祉などへの対応のために既存の公園の規模を勘案し、設置に向け検討を行ってまいりたいと、そのように考えております。次に2番目の子育て世代の支援策としての住宅リフォーム助成についてのご質問でございますけれども、住宅リフォーム助成事業につきましては、地域経済の活性化や居住環境の向上を目的といたしまして、平成25年度から2年間実施をしたところでございます。また今年度は国の地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策に向けた平成26年度補正予算の地域の消費喚起と生活支援のための交付金を活用いたしまして、住宅および店舗やご指摘の購入後の居住に備えた改装も対象とするなど、補助対象を拡大をして実施をしております。10月末現在の受付申請件数は79件、補助額およそ620万に対し、工事費の合計額はおよそ9500万となっており、一定の経済効果が認められておるところであります。議員ご指摘のとおり、多くの団地から成り立つ本庁といたしましては、今後団地の再生が重要な課題となってまいります。単に経済効果ということだけではなく、移住・定住対策の推進を図る上で、空き家の有効活用の必要性は認識をしており、今回策定いたしました長井町町人仕事総合戦略におきましても、具体的な施策として取り組むこととしております。まずは来年度空き家の情報収集とデータベース化を図った上で、具体的な移住・定住促進のための支援策を検討してまいりたいというふうに思っております。以上でございます。公園の件ですけれども、地域によってですね、非常に子どもが少なくなってきているという中で、公園が非常に閑散としてきている状況が、地域全体ではありませんけれども、地域ごとでは、見受けられるというふうに私は感じております。そこで町としてそういう実態があるなという、まずここを共通認識として、お持ちなのかどうか、まずこの1点からお伺いしたいと思います。松村都市整備課長。はい、長与町の公園は、うまい具合に、大体250メートル範囲とかですね、そういった感じで、公園は、配置されております。ただし、現状、草刈りとかそういった時に、結構草が生えてですね、結構あまり使われてないのかなというのは、最近、目立つようでございます。従いまして、すべての公園が、子どもたちが少なくなったとかそういうんじゃなくて、どうしても、昔団地が開発されて、で今子どもたちがちょっと少なくなってきているような公園では、あまり、その公園、子どもたちが使っているふうには、見受けられないという公園はあるのは承知しております。住民、はい、今、部長おっしゃった点をですね、私も次言おうと思っておりまして、私が住んでおる団地の中の、ある公園ですが、子どもと一緒に、ボール遊びに行こうということで行ってみたら、非常に草が生い茂っているということで、それはそれで、よくはないんですけれども、なんと言いますか、本来なら、多分この団地ができた当初だったら、こんなことはありえなかった。多分子どもたちが遊び回ってですね、踏みつけてそんな雑草が生い茂るということはなかったろうというふうに思いますが、現状なかなか子どもさんが少なくなっていく中で、団地が高齢化する中で、せっかくある公園が使われてないという状況が見受けられる。まさに今部長がおっしゃった状況から、私も、これはもったいないなというふうなところが、発想であります。それから、この健康優遇についてなんですけれども、一番近隣で言えば都議町のウォーターフロント公園ですね、ありますけれども、ここに行きますと、この健康優遇というのが、設置がされております。で、その設置されている優遇、それぞれに、説明看板というのがついてありまして、
まあ、大人が見たらこれはどういうふうに使うものなのかというのが分かりやすく説明記載されております。誰でもこの健康器具を自分のペースで利用することができるということで、これはいいなというふうに感じるわけでありますけれども、時津町のこのウォーターフロントの施設に限らず健康器具そのものを確認、現物を確認された確認はなさったことはあるかどうか、ここはちょっとお伺いしたいと思います。松村都市整備課長。はい、はい、健康器具と言いまして、健康系の遊具と言いましても、スポーツ系の、器具っていうのもございます。で、まあ、長与でいけば、総合公園 の、 バスケットの 3on3 みたいな感じでするところにちょこっとと、あとは、ふれあい広場の緑地のところに、椅子みたいな感じで木でこう R になってるやつとか、まあ、そういった器具があるのはもう承知しております。だからまあ、そこの健康を維持するための器具とかスポーツ系の器具とか幼児向けの器具っていうのがあるのはもう十分承知をしているところでございます。帯田教育次長。健康遊具でございますが、まあ、都市課長のが申したみたいにですね、ふれあい広場の方に、腹筋ができるベンチですね、これが6台、それと背伸ばしができる、ベンチが3台で、その他に、ベンチが3台ありまして計12台のですね、健康遊具のが設置をされております。以上でございます。住議員。はい、ということは、長与町内にももうすでに、そういった設置がなされているという状況だということは、分かりました。それと加えて、まあ、先ほどの答弁でありますと設置に向け、さらにこう増やしていくような検討もしていきたいという答弁が、あったというふうに思いますけれども、そこで、都議長さんの使い方といいますかね、見てみますと、都議長では、地域包括支援センターの方のこの健康教室で、健康教室としてこの健康器具をですね、利用しているというような実態があるようでありますけれども、おそらく本庁はまだそこまでは行ってないんじゃないかと思うんですが、今後、まあ、そういうふうに設置を進めていった段階では、そういった、高齢者の健康づくりですよね、あるいは例えば健康何ですか、介護予防一時事業ですかね、そういったものにも活用ができるんじゃないかと思うんですが、将来的にそういったものに活用してはいかがかというふうな思いもありますが、この点についてのご見解があればお伺いしたいと思います。松村都市整備課長。はい、遊具を設置する際にどういった形でターゲットを絞るかっていう話で、一つの公園に集約する、または、最近私も日曜日早く起きて、いろいろ活動するんですけれども、その時に結構朝から散歩されている方がおられるんです。で、夕方になったらまたお年寄りたちがこう散歩されている。だから、その方たちは一定の場所に行って、いっぱいある健康遊具のところでするっていうことではなくて、自宅の近いところからまず散歩をされて、近くの公園によってっていう使い方とか、そういった使い方によっては、どっかに、まあ、例えば、ふれあい広場とか総合公園に、一箇所に集中させるとか、または近くの児童公園の、児童の遊具の横に、健康系の遊具を1台とか2台とか設置するとか、そういったところを、考えていかないと、一箇所に集約してしまえばそこに行かないと使えないという羽目になりますので、今そういったところは、どっちの方向を向けばいいのかなというのは、しばらくちょっと検討させていただきたいと思います。住議員。はい、今おっしゃった点も私も実はそこ準備をしておりまして、実はこの話があったのは、実は地域 の、 私が住んでいる地域と違う別の長与町内の地域の方からですね、うちの近所の公園がこういう状況だって話がありました。ですから、当然その
中心的な、都市公園、まあ、中央そのふれあい広場ですか、そういったところにある分はある分で結構なんですが、地域地域の公園でもう子どもが大きくなって巣立っていって、今使われなくなった公園を有効活用するための施策としては、やはり地域地域の特に高齢化した地域の公園に設置するというのが一番いいのかなと思います。それで先ほどその私がちょっと言葉足らずで申し訳なかったんですけれども、健康教室の件ですね、これの点で言えば少し発展的に言えば、例えばそういう全体的な地域のリーダーを健康教育、その健康器具を使うリーダーを育成して、そうした方々が例えばコミュニティ単位なり自治会単位なり、まあ、老人会単位なりでそれぞれの地域の中でもしそういう器具を置いている公園があれば、そこでこういう使い方で健康が、例えば背筋が伸びますよとかね、いろんな使い方ができるという、そこまでちょっと人足らずで申し訳なかったんですが、そういう発展のやり方があるということから、私は、地域地域でのそういう利用が少なくなった公園で設置してはいかがかという質問でありました。で、まあ、その点については、もう端的に検討していきたいということですので、あまり、これといって、再質問としてくどくど言う質問必要はなくなってしまうわけですけれども、ただ一点ですね、ちょっと注意しないといけないかなと思うのが安全性の問題です。いろいろ調べてみますと、もともとこの器具というのは大人が対象の器具ということがありまして、大きくたくさんはないんですけども、一部で子どもとか、幼児小学生がそこにその器具を遊んでおって怪我をしたという事例があるということで、これはどこですかね、国の方で何らかの基準を設けないといかんというような話もなっておりますが、まずこの安全対策という面での何か、懸念されている点等々あればお聞かせを、なければないで結構なんですが、いかがでしょうか。松村俊財務課長。はい、すべての児童向けの遊具も、一緒なんですが、遊び方によっては、怪我をしたりとか挟んだりとか、こういったことがございます。だから、まあ、大人向けの健康遊具の中で、子どもが使用して、ちょっと滑ってとか、どうしても子どもたちは、身長が小さい中で、大人向けを使いますので、例えば先ほど、背筋を伸ばす上体反らし の器具があるんですけれども、これを子どもたちがやってしまえば足がポンって上に跳ねて、そのままずるっと滑って落ちるとか、そういった危険といえば、その当然そこには使用の仕方とかいうのは、看板はつけるようにはこうしてるんですが、子どもたちがそれを見て、するかしないかっていう、そこのところの判断も難しいところであって、その健康優遇について、どういったものを選ぶかというのはもう一つ の課題でございます。従いまして、これを入れたらいいよねとは思うんですが、まあ、それと実態違う使い方をされて怪我をされたときにどうするかとか、公園で遊具を設置するというのはいろんな危険性を踏まえたところで設置をしていきますので、かなり、あまり危険そうではない一般的な向けっていう形にしかならないんだろうと思います。ただし、そういった一箇所に集約して、大人以外は使わないという施設で、囲ってしまえばですね、そこで指導者がインストラクターがおってとか、そういったところであればいろんな、健康器具の設置はできるかなと思いますけれども、一般の児童公園の中で、それを選定するというのは、かなり、検討をして、そういった事故がないような、器具の選定の仕方になろうかなとは思っております。堤議員。一つはその公園の器具のあり方ですけれども、やっぱり大人向けの器具であれ子ども向けの器具であれ、やっぱり使い方を間違えれば大変危ないんですけれども、やっぱりその使う中でですね、どうやったら危ないのか、どうすれば安全なのかというのを学ぶというのも一つありますでしょうし、国交省の都道、これは、都市公園等における遊具の安全、確保に関する指針という中で、レベルがありまして、非常に危険なものがあるというわけで、これを避ければですね、
可能だというふうになってますので、ぜひこの辺の資料も参考にして、いただければというふうに思います。その国交省の指導の、文書の中でハザード0からハザード3というのがなんかあるそうなんですが、このあたりについて、なんか、資料なり あるでしょうか。厚村都市整備課長。すいません、あの今資料を持ち合わせてないんで、ここで全てを分かっているかと言われれば、その、ハザードの1からレベル1から4とか、そういったところを読まないと分からないんですが、当然、危険、今現在昔は回転系の遊具とかあったと思います。ただし今は回転系の遊具、要はあのぐるぐる、ま、回るやつとかですね、そういったところは全ての公園においてはもう排除されてきている。で今あるのは滑り台とか、まあ、ブランコもあるんですけども、ブランコの方は今あの入ってはいけないようなあの柵も、付帯としてこうつけております。だからそういった感じで安全安全の方向に向いたところの、遊具の設置の仕方、そういうのがもう今主流になってきているようでございます。堤議員。あの今ちょっと手元にある、ちょっと私もよく読みこなしてないので申し訳ないんですけれども、その国交省が言う都市公園における遊具の安全確保に関する指針という中で、レベル0からレベル3までいろんなあのランク分けした、そういう、まあ、遊具ですね、それがあるわけなんですけれども、その中で、レベルハザードレベル3というのが非常に危険といいますか、生命に関わる危険があるが重度の障害あるいは恒久的な障害をもたらすハザードがある状態というものがありまして、でこれについては国はもう明確にですね、これは設計もまた施工も維持管理もやるべきではないということを明確にしております。ですから先ほども言われたように、例えばベンチで背もたれ式になっているようなものもあるということで、まあ、そういうものはおそらく該当しませんので、あの器具を選定する際にそういったものの基準がありますので、よく、ま、これなら子どもが触っても大丈夫だろうというようなものを選定して、設置する場合はですね、そういった、このあたりを判断にしてはいかがかというふうに思います。それから、次に、住宅リフォームの方に移りますけれども、先ほどの答弁の中でその総合戦略で取り組むというふうな、なんか聞こえたんですけれども、総合戦略の中で私が見る範囲では住宅リフォームというのが入ってなかったような気がするんですが、これは盛り込む形に変わったのかとかですね、これちょっと確認していただきたいと思います。松尾企画振興部長。あの先日策定しましたあの総合戦略、それから今策定中の総合計画におきましては、あの店舗リフォームということでは推進ということで入れておりますけども、あの住宅リフォームについてはあのまだというか入れておりませんので変わってはおりません。以上です。堤議員。はい、わかりました。ちょっと準備した、再質問に従ってお聞きしたいと思いますけれども、まち人仕事創生総合戦略への提案というの、ね、こういったものにもちょっと私も自分なりに視野に入れながら今回質問をするわけでありますけれども、早くから宅地開発がなされてきた団地等々で、これは私が住んでいるところもそうですし、まあ、町内あちこちにそういった団地があるわけですけれども、年々空き家になっている状況が非常にこう最近特に目につくようになっております。で、総合戦略の中で空き家のデータベース化を進めるというふうにしてありますけれども、空き家をデータベース化するといいますとちょっとこうピンとこないですね。あの空き家というのは、まあ、それぞれ所有者があったり、また、不動産会社が管理したりという中で、これをどういうふうにこう把握
するできるものなのかというのが、できれば非常にいいことだと思うんですけれども、まずもってこの住宅リフォームするにしても、この辺りのデータベース化というのが本当にできるのかというのは、具体的に何か方策があるのかどうかお聞きしたいと思います。久保原企画課長。はい、ご指摘の通りですね、総合戦略の中に空き家のデータベース化という事業をですね、盛り込んでおります。で、今おっしゃった通り、本庁においても、今後空き家のですね、がどんどん増えていくと、それをどう管理していくのか、有効活用していくのかというところが課題となりますが、これは全国的な課題でもございます。それで平成26年の11月にですね、空き家特措法、空き家等対策の推進に関する特別措置法というものが公布をされまして、その中でですね、一定その市町村の空き家に対する取り組みの方向性が示されております。ざっと申し上げますと、体制を整備をして、で空き家の実態把握をする、そしてそれをデータベース化して、で例えばその空き家の中にですね、特定空き家と申しますが、美観を著しく損ねる、もしくは倒壊の危険性があると、そういったものについてはですね、その管理の適正化、もしくは除却を促すといったことがございます。もう一つ、まだまだ活用できるような空き家についてはですね、その有効活用もですね、この中で一定想定をされているところでございます。で、それは例えばどういうことかといいますと、地域のコミュニティに資するようなですね、施設として活用するといったこともですね、想定をされていると、そういった中で、その空き家の把握、それとそのデータベース化、これにつきましては、長崎県が主導してですね、着手をしたところでございます。以上でございます。堤議員。はい、次の質問に移りますが、町民意識調査を見てみますと、長与町は住みやすい町だというふうな評価が、結構かなりあります。で、これは整備されたインフラですね、それから行政の皆さんも大変ご努力もなされておりますし、そういった対応だけでなく、やっぱり私は、地域住民の協力、努力、こういったものが非常に大きいんじゃないかというふうに思います。いろんな行事があるときにも、自治会等々でいろんな声かけをし合って、地域ぐるみでいろんなことをやりますよね。例えば先日も国体があった、あるというときは、地域ぐるみで一生懸命応援する。やはりそういう地域の力というのが非常にこの長与というのは大きいなというふうに私も改めて感じているわけでありますけれども、その一方で、やっぱりなんだかんだ言っても高齢化がどんどん進んでいって、自治会の役員のなり手のおらんとばいというような話もちょくちょく聞いてくる、出てくるというような状況にあります。で、統計長与の方を今度見てみますと、長与町に居住をする年数が何年ですかという設問の中で、30年以上住んでるという方が 39.2%、約4割いらっしゃるという状況であります。で、これは例えば長与は住宅の町でありますから、戸建て住宅にそのまま当てはめてみますと、家を建てるというふうになりますと、大体30代40代ぐらいから建て始めるというふうに思いますので、そこから30年以上住んでるというのを考えますと、現在60代70代の方々、家をですねに住んでるという方々が約4割いるんじゃないか。これは計算の仕方、単純な計算なので当たってるのかどうか、そう大きくは間違えてないと思いますけれども、そういう状況にあるわけですね。もうですから、あと10年もすれば後期高齢者の方がたくさん5年10年でどん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 出てくるという中で、一部にはやはり そのまま元気な方は住まれるでしょうし、どっか施設に入所されたり、息子さんの方に行くとか、いろいろな形で住宅の流動化が起こるんじゃないか、近々ですね。そのあたりを考えております。特に私もそういう団地に住んでいますと、まざまざとそういう状況を
今後こうなるのかなというようなことを日々こう感じるわけでありますけれども、やはり、そういう中でですよ、で今後5年間ですか、総合戦略というのがこう組まれるわけでありますけれども、先ほどその取り組むというふうになったり入ってないという話になったり、ちょっと私もよく理解ができないんですが、そういった総合戦略の中に、そういった私が今言ったような面も含めてですよ、やはり、住宅リフォームの助成というのは、必要じゃないかなというふうに思います。特に総合開発審議会の答申という、これもやはり真摯に受け止めるべき内容の中にも盛り込まれているという中で、ちょっと再度ですね、総合戦略に住宅リフォーム盛り込む検討は必要じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。松尾企画振興部長。最初の答弁にあります、空き家の有効活用の必要性、これにつきましては必ずしもリフォームという考えではなくてですね、そういったものをデータベース化していって、使える、所有者の方が貸していただけるようなものがどれくらいあるかとかですね、どういった物件があるかといったところで、空き家の有効活用については戦略の中で、取り組むこととしておりますということでございまして、それが即すなわち住宅リフォームを推進していきますということでの意図として書いているわけではございませんので、リフォームに関して、今年もですね、26年度の国の経済対策の予算で2000万円ですね、計上いたしまして、行って取り組んできたところでございますけれども、確かに経済効果としては一定、我々もあるということは分かっておりますけれども、ただ、今年2000万、予算計上した中で、現状でいくと、おそらく700万ぐらいになっているかと思いますが、これを毎年続けてやっていくべきなのかな、どうなのかなと、こういった形で経済対策として、時々やっていくと。たような方が効果があるのか、継続した方がいいのか、それは財源として、潤沢にあればですね、毎年やっていくということも考えられるかもしれませんけれども、今年の実績等を見ますと、そういったことで、何年に1回ということは言えませんけれども、そういったような形で進めていくということも、考えられるのかなということで、毎年はちょっと今のところ予算の確保がどのようになっていくかというところで分からないという点がありまして、今回の戦略にも計画にも載せていないという状況でございます。堤議員。はい、そしてちょっと質問を変えますけれども、総合戦略をこの前策定されましたけれども、ちょっと見直しっていうのがずっと義務付けられて、当然1回決めたらもうそれから全く変えないというものではないと思うんですよ。やっぱりいろんな効果あるいは必要性、その都度その都度の認識の変化等々で、一つは削ったり一つは新しいものを入れたりということは、私はまず住宅リフォームをするしないは置いといて、そういったことが可能なのかどうか、ここをまずお伺いしたいというふうに。野党企画振興部長。議員ご指摘のとおりですね、この戦略とか計画、総合計画に載っていないからといっても全くやらないというふうにも考えておりません。で、特にこの戦略に関しましては、前回の委員会でもご説明いたしましたけれども、毎年毎年その KPI といいますかですね、そういう重要業績指標という目標値を上げております。でその見直し等も行っていきますし、そういった中で、やはりこういったものが必要ということになれば、その中に入れていくということも考えられると思います。以上です。はい、堤議員。はい、分かりました。で、この総合戦略の中に、総合戦略に5原則というのがありますよね。自立性、将来性、地域性、直接性、結果重視、PDCA の云々かん、
もう一つが基本目標ということで、地方における安定した雇用を創出する、地方での新しい人の流れを作る、新しい世代の結婚出産子育ての希望を叶える、地域にあ時代に合った地域づくり、私この項目を見ててですね、まあ、町としては、まあ、毎年はいいだろうというような、まあ、判断だということだと思いますけれども、まあ、それはそれとして、この住宅リフォーム助成制度というのは、この考え方からしてですよ、私が言った特に若い人たちの定住という点に観点を置き換えて考えたときに、いずれにもですね、抵触しないというか、矛盾しない問題だというふうに思うわけなんですが、まあ、予算面等々は置いといて、私はそう思ったんですが、そのあたりいかがでしょうか。松尾企画振興部長。確かに議員おっしゃる通りですね、そういった観点で、取り組んで、先ほど言われているように、その古い団地を少しずつでもリニューアルしていく、子育ての支援にもつながるといったような観点というのは非常に必要だと思っております。でこれにつきましてはですね、今ちょっとはっきり中身を申し上げることはできないんですけども、県の方でもそういった制度をですね、少し、子育て支援でありますとか、先ほど村井公園のお話がございましたけども、その健康寿命の延伸のためのですね、そういった視点でのリフォームというか、そういったところも少し検討を今なされているということでございます。でこれは県だけでやる話ではなくて、今後の交付金につきましては、昨日の答弁でもいたしましたけども、いろんなところとの連携ということが重要になってまいりますので、これにつきましては県の方が今後いつはっきりですね、落としたものをこちらに示していただけるのかということもございますけれども、そうした中で議員言われるような子育て支援のためのそうした住宅のリフォームといったような形のものがあればですね、これはもう一緒に連携してやっていきたいと思っております。堤議員。多分町としては若い人たちに長与町に入ってきていただきたいという思いの中に、まず第一点としては新しい宅地ですよね、新しい宅地団地等々に来て新しい家を建てて住んでいただきたいというのがまず第一としてあろうかと思うんです。でただ、私が言いたいのはそれはそれであろうと思いますけれども、一方で長与町内にはもうだいぶ30年40年経った住宅があって、実際私もこの目で、どんどん 人々が出ていって、この家もいなくなったねというのが最近特に目立つようになる中で、もともと住宅リフォーム助成制度というのは、私はリーマンショックで大幅に景気が落ち込むた時にですね、なんとかして地元で循環型の経済を作らんといかんということで、先進的にやっている事例を見て、これ長与でやったらどうですかということで始める。で、今私が言っているのは、その時とはちょっと状況が変わって、若い人たちを、だから新築に住めたいけども、いろんな事情があって、新築はちょっと買えないねという方々、でも長与に住みたいなと。で、長与で見ると新築は買えないけども、中古物件かなりあるじゃないかと。でそこを改築して住みたいねと思うときに、そこを補助できれば非常にいいなと思うわけなんですね。で30年40年前の住宅の感覚と今の若い人たちのこう住宅に対するニーズっていうのはだいぶ違います。で昔はやっぱり畳の部屋が中心でありましたけれども、障子があって襖があって、で今の住宅を見ますとフローリングに、やっぱ畳、障子とか襖じゃなくて違いますもんね、クローゼットがあると。だからそういう若い人たちが自分たちに向いたそういう住宅に、改装してですね、でそういう風な制度が 町も補助するんだよということがあれば、いいなというふうになると、私はそういう観点から今回質問したわけでありますけれども、すぐすぐは今の答弁ですと難しいということでありますが、町長、こういった観点から私質問しましたけれども、今後としても、可能性を検討できないものなのか、ちょっとお伺いをしたいというふうに思いますか。吉田町長。
確かにも今議員がおっしゃるように、これはどんどん、まあ、高齢化していくという中でですね、私も時間があったら団地をよく回るんですよ。で例えば青木台なんかはもう随分変わりましたですね。二世帯住宅も増えましたし、若い方も帰ってきておるというようなことも伺っております。だからそういった流動性っていうのが確かに起こると思います。したがいまして、ちょうどもやっておりましたけども、やはりこれ継続的にやっていくということは非常に難しいですけども、まあ、カンフル剤的にですね、カンフル剤的な形でやるということはですね、その状況に応じていくんじゃないだろうかというふうに思っております。堤議員。はい、申し訳ないです。ちょっと時間がだいぶ、早くなりましたけれども、これで質問を終わります。15時10分まで休憩いたします。